大谷が各球団にいたら、一番使えない大谷に育てるのはどこ？これはさすがに阪神。中日。優子、一騎打ちやろな。これは中日、くっそしょうもないショートになりそう。谷繁は実力あっても使わなそう。中日は2軍で守備からだぞ。その上で代打で凡退したら2軍、運よくスタメンになっても、ヒットを継続しなければ2軍、投手としても、高卒右腕育てられないのでアウト。中日は大谷クラスが来ても、同じポジションに、ベテランかドミニカンがいたら、試合出れないからね。阪神だと球児2世で中日だと、福留2世とかって方針が浮かぶが、ロッテだけは、マジでどんなにするのか想像できない。ロッテだと、だんだん話題にも上らなくなって、ひっそり消えていきそう。楽天は？二刀流、アホ抜かせや、投手一本でいきますわ、大谷はわしが育てる。ヤクルト大谷、5勝12負け、4.86、3割4分1厘、23本、97打点。野手一本待ったなし。成長するけど、毎年前半戦はリハビリしてそうな、ヤクルト大谷。二刀流はハム以外やらせそうにない？少なくとも先発では。手は先発なら、二刀流させる必要ない。巨人は間違いなく、どっちかに専念させるな。巨人は育たないとは言わんが、外野がうるさそうなのがネックやな。多分二刀流とか言い出したら、疲労かかカナダがぐちぐち言い出す。固定観念にハマりすぎなとこはあかんな。オリックス大谷は地味すぎて、スターになれなそう。オリックス大谷なら、ピンスからのアドバイスが。オリ大谷割とありやな、伊藤光と相性悪くなければ、東亜金子、ダワイトイで見本もおるし。固定観念にハマりすぎなとこはあかんな。大谷みたいなやつって、どこでも勝手に育ちそうやけどな。大谷はどこに入っても活躍する逸材だよ。強心高卒右腕の育成、一番上手いのってどこや？やっぱハムちゃうか、太田尾正義だるおったし。こう見ると、ハムが一番良かったんやな。これで日ハムが大谷壊したら、南ジェイミンは、手のひら返しまくりやろうな。